今日は30年7月の19日です。ここは空知川の上流にある金山湖に来ておりました。今日は糸を釣ってみようと思ってやってきております。釣る場所を探して今やっとここに見つけたところですが、ほとんどの人が右岸側、向こう側を釣る人が多いんです。やっぱり釣り人がたくさん入ると糸も警戒します。したがって、人があんまり入らない左岸側にやってきました。これちょっと上流に流れ込みのところなんですが、そこに行きたかったんですが、誰も入らないと見て、もう道が塞がっちゃって入っていけないんで、仕方なしここに来ました。実は昨日向こう側の、ポイントを過去に釣ったことのあるところへ行って下見をしていますと、釣り人が来ました。もう夕方6時頃だったと思うんですが、これから釣るんですって言って入ってきましたが、まあ釣ったかどうか分かりません。まあ、したがって結構釣り人が入っている場所でしたので、いやちょっとやっぱり警戒してるんじゃないかなと思ってそこをやめました。まあ今日は平日なんで朝から釣れば誰もいないと思いますが、今日はこちらのあまり人が入らないような場所に今来てます。今サンマをつけましたが、これからウグイを釣ります。これ跳ねてるのはみんなウグイなんだ。だからしたがってウグイは水やればすぐ釣れると思いますが、できれば30センチくらいのやつが釣れるといいと思っています。一旦止めておきます。引っ張られちゃう。あ、伊藤だ。来ました。